富山県立大学の合格発表ですね。その前に中期ですよ。はい、でも私立の結局受けないの、後期は。私立後期はいつどうしよう。もう受けてる。あれ受けたのもう、はい、どこ受けたの。東京理科大学。富山県立大学一般選抜工学部環境社会基盤工学科。うわ一覧か。来た、こっからですね。ということで、はい、ヒロさんやってきました。はい、顔隠す。では、行きたいと思います。富山県立大学の合格発表ですね。はい。見ていくんですが、その前に、中期ですよ。はい。北海道で受けるって言ってたのに、受験。できませんでした。はい。ということで、行きませんでした。はい。高熱で飛行機乗れませんでしたので、受験しに行けなかったということで。危なかった。俺らスキーしに行ってたら大変なことになってたよ。もう、よかった。行かなくて。助かったんですが、その、富山県立の、だから受けなかったのが富山県立。違う違う、富山県立受けたじゃん。受けなかったのが、千歳科学。そうそうそう、千歳科学なんで。はい。個人情報が。めちゃめちゃ個人情報映ってます。写真まであるんですね。なんでこんな表情にしたの。めっちゃラルカンシェルのハイドみたいな顔してる。でも私立のは結局受けないの、後期は。私立後期は言ってたじゃん。どうしようって。もう受けてきました。あれ受けたのもう、はい、どこ受けたの。東京理科大。あ、東京理科大。どうでしたか。2部です。あ、2部ね、はいはい。理科大何学部。理学部の科学科。科学で受験するところ、ね、うん、後期科学使うんで練習に行こうと思って受けに行って、うん、なるほど。 で理科大だけ。理科大と、あ、東洋大学の総合情報を受けるってことですね。受けました。あ、受けたのね。もう受けてきました。あ、それはいつ発表なの。それもどっちも15です。15日発表。3月15日。ああ、分かりました。じゃあ長いよ今年の受験みんな。だいぶ後まである。2つとも3月15日。どっちも発表。うわー、じゃあそこでまた取らなきゃいけないじゃん。怖。ということで私立を2つ受けたわけですね。はい、なるほど。じゃあそれが2つあるわけですね、はい、それが後期があったってことなんですね。そうですね。はいはい、分かりました。それを受けたということで、じゃあまあそれが15日発表、はい、2部は後期じゃなくて、うん、理科大はそもそもその日。あ、そうなんだ。なるほどね。受けようと思って。うんうんうん。さあ、受けたのが富山県立大学一般選抜工学部環境社会基盤工学科ということでございましたが、こっちもすごい本名が書いてる。はい。で、受験科目が科学と数学です。はい、科学と数学だけの受験になります。で、共通テストは。共通テストは国語が古典漢文がなしで現代文だけ。現代文だけ、はい。で、で数学が 1A2B まであって。はい、数 1A2B、はい。で、物理。物理、はい。英語。はい、英語もあったんですね。はい。で、社会がないです。ない。はい、リスニングも入ってた。リスニングも、はい、ということです。で、正確な点数は分かりません。おそらくマークミスをしていたということなんで、一体何パーだったのかもよく分かりませんが、いきたいと思います。で、富山県立。うわ、一覧か。このパターンね。いわゆる合格です、合格ですじゃなくて、ドキドキしながら見るやつですね。まあ、だったらば、掲示板スタイルだったら別に言っていいんで、受かろうじゃないから。431004です。はい、そちら。まず。この学科しかちょっと併願ができなかった。併願ってどういうこと？あ、これ、他の学部だと併願できるんですけど、科学選んじゃうとここしか受けられないから。なるほど。併願、併願がないってこと、あるってこと。併願ができなかった。できないってことですね。ここしかない。はい。いただきましょう。4。やったー。これさ、動画でもさ、こう、こう演出的にやるのか。うわー。41ばっかり。42、次は43。来た、こっからですね。え ?431008 だ、もう。ない。ああ、富山県立なかった。ない。大宮で受けた人は3人しか受からない。何人受けてたんだろう。ということで富山県立がダメで中期受けられなかったじゃん。だから北見だけです。残りは、残りは後期の12日の北見を。北見はこっちで受けれるよね。東京で受けれるよね。熱出そうが何しようちゃんと行きます。いや、熱出そうがってあんまり。はい、ということでそれが最後の後期。はい、
12日で終わりです。でこれさ、奴隷もダメだったらさ、電気代が、電気代の2部に行くの。2部で、はい、もうそれは、じゃあさ、残っている、ちょっと待って、残っているのが3つってことですね。受けた、北見、理科大、東洋ですね。でどうするかですよ。北見受かったら、北見どうしようどうしよう。だからほら、だって和子は親が、ね、反対してるつ、はい、反対してるっていう、つって遠く反対してます、はい、だから地方に行くの反対って言ってるから、北見受かっても考えます、こっち側にいる可能性もあるってことですね。ちょっと仕送りできないって言われた。ああなるほどね。で電気代と理科代とで東洋はまあ情報だからあんまり行く気はない。絶対嫌です。絶対嫌って、また嫌なら言うなみたいな、ま、嫌なら受けんなってコメントしちゃう。遠いから行きたくないです。あ遠いのね、はい、でじゃあ残ってるこの2つの中で、うん、まあ理科大だったら行くでしょ。考えます。え、理科大考える？電気代と理科大だったら理科大じゃないの？東京留年大学だから。どういうこと？留年大厳しいってこと？すごい留年しまくるから。2部でもそうなの？2部でも、2部の方が3割ぐらい留年普通です。まあ怠け者が多くなるからね、はい、だから怖いなって。そこは別に良くない。理科大でも、理科大の受けた感想的なのはどうだろう。あでもマークだったんで、うん、そんなに、うん、むずくはなかった。うん、倍率も 1.1 とかだったんで、去年でもちょっと今年受ける人数減っちゃったんで、合格者減らされて落ちちゃうかもみたいな。英語はできたんですか？英語はまあなんかすごい今年傾向変えられてて、なんかいつも語順を並べてくださいだったのに、うん、なんか1個選んでくださいみたいな。並べ替えじゃなかったってこと？並べ替えじゃなくて、ここに入るのは何番でしょうか、うん、あ並べ替えの中のやつね、はい、1個になってて、1個選べてですね、はいはいはい、ありますね。そういう感じでやってて、いよいよじゃあ次が私立最後、はい、でまあ多分その受け、そうそう、2つの結果が出た時にあれ聞きます、どうだったのか、あ、はい、その北見がどういう感じだったのかというので、これどうなの、中期受けられなかったのは痛いですか？うん、でも行く気はもうなかった。ああなるほどね、もう遠くに行けない場合を考えたらですね、はい、まあこれでちょっともう遠くでも行きたかったけど、あ行けなくなっちゃったから。なるほどね。いやまあわかんないですけどどうなるか、うん、はい、いよいよ最後が近づいてきたけど時間がかかる、みんないやもうそろそろね、新メンバー募集って出したいのに現メンバーが終わらないっていうのになってて、まさか自分がイギリスに行く時まであなたも横山も終わってないなんてことになるなんて、ちょっとまた来年のメンバーになっちゃうかも理由私立もやらずにってこと私立も全落ちで来年のメンバー。いや全落ちはしてないじゃん、だってもうだって電気代受かってるから、電気代行くか行かないかですね、はい、もしくはその理科代受かった場合に理科代行くか行かないかがまだあると思うので、はい、それがじゃあ3月の 15? 15です、はい、発表がありますので、そちらが、はい、ゆるさんの最終回じゃねえや、まだあるな、北見もあるから私立の最終回が2人とも遅いよ、はい、こんなに長く引っ張るとは思ってもいなかったですけど、あの模試とか全然受けなかったから、模試の期間の動画がめっちゃないのに最後だけめっちゃ出てくるっていうですね、はい、不思議な状況でございますが、はい、ちゃんと応援してあげてください。はい、ご視聴ありがとうございました。天気持ちんということで、はい、じゃあ結構厄介なわけね、どうするか。そうですね、どうしよう、決めるのが、一人で北見生きていけるかなってまあね、北見で肩身が狭い。そう。